中年オタッキーです。まず最初にですね、チャンネル登録者が3000名を突破しました。実にね、チャンネル開設から3年3年かかってます。まあ、ニッチですからね、私のチャンネルね、あまりにもニッチなんで、3年の歳月、200人に到達するのにね、1年2ヶ月かかってるんですよ。だから、その後はトントン拍子なのかもしれないですけどね、3000名突破しました。で、3000名を突破したのがね、土曜日の夜だったかな。で、今撮影してるのが、月曜日の夜、日曜日、月曜日。で、これでもう3041名になってます、現在。結構な勢いで伸びてますね。前の動画、映画朝だけの紹介とね、フィルムカメラの滅亡っていうのがちょっとよく見られているみたいで、まああんまりいいニュースじゃ、半分はいいニュースですけど、あんまりいいニュースじゃないんですけど、まあまあ、チャンネル登録増えて、喜んでおります。ありがとうございます。で、今日はね、このカメラの紹介なんですけどね。はい、もうね、私の動画をね、頻繁にチェックしている人は、今日の企画がどういう企画なのかは分かってるとは思いますが、動画を始めたいと思います。それではスタート。はい、このカメラね、キヤノン FT なんですけども、以前もね、一回紹介しましたけどね、僕のね、初めて使った一眼レフカメラ、同じカメラになるんですね。まあ、僕はね、最初に使ったやつはもう壊れて、捨てちゃったんですけどね、それでね、まあ撮ってきたんですけども、今回使ったレンズがですね、FL28mmF3.5 っていうね、この今ついてるレンズになります。このレンズね、ヤフーオークションで1円で落札したんですよ。ハローカメラっていうね、出品者の方ね。ハローカメラさんはね、送料が1200円で、まとめて発送ができないんで、1円で落札しても絶対1201円かかってしまうということなんですけどもね。レンズ自体はね、すごくいいです。これね、バリ玉でした。もうね、完全にカビとかありません。ホコリもほとんどない感じですね。傷もね、ほとんどない。本当に本当のバリ玉で、FL レンズってすごく古いレンズなんですけど、まあなんていうんですか、こんなにいい状態でよく残ってたなっていう。それがね、まあ、1円落札、まあ、送料が1200円なんで、1201円、微妙な値段ではありますけど、まあ、バリ玉なんでいいですよね。で、28mm っていうレンズ、広角レンズになりますね。まあ、あまりね、使ってね、持ってない可能性が高いんで、FL とはいえね、全然値打ちがあるもんだと思いますね。で、まあ、FL レンズっていうのはね、この、キャノンの FT、まあ、FTQL っていうんですけど、正式名称の時代のまあレンズです。だからマッチングとしては良かったんですよ。で、まあ、このカメラなんですけど、カメラの方の性能はというか、まあ、性能っていうか、発売が昭和41年かな。ほんで、まあ、1000分の、シャッター速度1000分の1から1秒、ほんで、バルブ、X 接点、まあ、フラッシュシンクロスピードが60分の1秒ですね。横走り布膜フォーカルプレーンシャッターの、カメラになります。でね、速攻方式が、絞り込み実絞り速攻しかできません。開放速攻ないんですね。だから速攻するときはね、実際に絞り込んで、ちょっとレンズの絞り実際に動かして、暗くしなきゃいけないんですね。まあ、レンズにこの絞り輪がありますけども、これでね、絞りの、数値をまず決定、だいたいその絞りこのぐらいにしたいよっていうのを決定するじゃないですか。それからね、このシャッター、セルフタイマーのレバーをね、この内側にギュッと押し込むんですよ。そしたら絞りが絞られて、ほんで、絞りのね、何ですか、
適正露出になるかどうか、露出のね、あの針がね、こう上下に動くんですけども、これがちっちゃい丸の中にね、収まったら適正だよっていうね、露出系ですね。だから開放では速攻できないので、どうしてもね、画面が暗くなってしまいます。まあ、絞り開放で設定してると暗くはならないですけどね。まあ、ちょっとね、遅れているというかね、この当時そのキヤノンは、開放速攻をね、一眼レフカメラではまだ実現してなくて、ちょっと遅れてるぞって言われてたんですよね。で、昭和41年に発売されて、価格がね、これね、レンズがね、58mm の F1.2 と 50mm の F1.4 っていうねレンズが、選択できたみたいですね。価格はね FL58mm F1.2 付きで 66,800円、 50mm F1.4 付きで、54,800円ということで、これ昭和41年なんで、うちの親父この当時は多分ね横浜でタクシーの運転手やってたと思うんですけども、その当時タクシーの運転手って結構花形仕事でね、給料良かったらしいんですけど、それでも月給2万5千円ぐらいだったらしいんで、これはなかなかの値段になりますね。高級品ですよね。で、速攻方式、絞り込み実絞り速攻で、速攻範囲がね、中央部部分速攻って言って、これファインダー覗いたらわかるんですけど、真ん中辺ね、ちょっと暗くなってる部分があるんですよ。そこだけを速攻するということでね、この方式僕は実はものすごく好きで、キヤノン F1 もね、全く同じなんですけど、スポット速攻的なね、使い方ができるんでね、比較的ね、露出精度をね、その高めることができます。中央部重点平均速攻だったら全部を露出、速攻しちゃうんでね、ちょっとよくどこを速攻してるのかよくわからないということになるんですけど、これ部分速攻なんでね、僕的には使いやすいです。で、外装はね、黒塗装を処理したブラックは1000円高になってますね。で、このカメラのね、発売する1年前にキヤノンペリックスというカメラを出したんですね。これはね、ペリクルミラーを搭載してね、ミラーが動かない一眼レフカメラということで、出したんですけども、あんまり調子が良くないというか、評判が良くなくって、急遽ね、ミラーが稼働するね、この一眼レフカメラ、キヤノン FT9L を出したらしいです。で、QLっていう名前をね示す通りね、これクイックローディングがついてます。はい、蓋を開けましてね、ここに注目ですね。これね、これね、口にねパトローネを入れて、フィルムを伸ばして、もうあとね伸ばして上から押さえるだけでいいんです。でこの蓋をキュッと閉めて、あとはねカラー落ちをね3回ぐらい、やるともうねフィルムが装填された状態になってます。非常に優れてます。これね出た当時はねそんなに注目されなかったんですよ。なんでかって言ったら、この当時ねもうカメラを使っている人はちゃんとフィルムを装填するのが当たり前になってて、別にクイックローディなんかいらねえやって人が多かったんですよね多分ね。でもね今ねそのフィルムカメラを初めてするフィルムを装填したことない人っていうのがもうほとんどだと思うんで、このクイックローディングはねなかなかこのマニュアルカメラ、機械式カメラの中ではもうキヤノンしかないのかな。でこれはなかなか注目の装備になっております。でね、ちょっと長々と紹介しましたけどね、作例を撮ってきました。今回の作例はまたいつものねケントメア100イギリスの、モノクロフィルムで撮ってきました。でねまあ、こんな感じ。ちょっとね、今回ゴミがちょっと乗っかってる写真もあるとすみません。で、28mm、広角スナップということなんですけどね、だいたい F8 ぐらいまで絞ってるんですけど、F8 になるともう 28mm はさすがに完全パンフォーカスですね。もうどこにピントが合ってるのかわかりません。ただ、結構寄るとね、こんな感じでね、めちゃめちゃに寄ると、やはり背景ボケも、これは、開放ですけど、まあ、
寄ったところで、景色を撮るっていう撮り方もできますし、このようにね、これ港湾施設、船がね大きく撮れるっていうね、28ミリなんでね、ちょっとしたものがね、大きく撮れる効果も、ありますね。28ミリあんまり使ったことないんですけど、ちょっと面白いなと思いましたね。なかなか、画質もいいです。これなかなかね解像度が高くて、まあ単焦点だから高くて当たり前かもしんないんですけど、キャノンのレンズってねそんなに良くないっていう人が多いんですけど、これ結構いいんじゃないかなと僕思いますけどね。コントラストもしっかり出てますし、いいと思います。ちょっと強い光の状況で、レンズにね光が入る、写真を撮ってなかったのが残念だったかな。ちょっとテスト的にはね微妙なとこでした。で、ここからはね、カメラプレゼントのお話になっていきます。はい、チャンネル登録者3000名を突破したらね、カメラプレゼントを行うということで、これね、このレンズをつけて、これ、ね、この組み合わせでね、カメラプレゼントを行います。これね、このレンズは、FL50mmF1.8 の1型ってやつですね。これね、和製ビオタって言われてまして、ぐるぐるボケが発生するんですね。よっ、うん、絞りも粘ちょっと油が出かけてるけどね、絞りも粘ってないですね。これねぐるぐるボケが発生しまして、開放とかちょっと絞りが、明るい状態でシャッタースピード上げて、背景ボケを作るとね、背景ボケがぐるーんと回る面白いレンズ。解像度もなかなかなんでね、このレンズなかなか、面白いかおすすめできるレンズで、この組み合わせでね、このカメラね露出系もね完全に作動しておりますし、だいたい合ってました。だいたい合ってます。まあなんですか、絞り込み実絞り速攻機なんで、現代的な撮り方をするのはちょっと微妙なんですけども、やっぱその露出系がないよりはあった方がいいですよね。で、これも露出系のスイッチがもうないんですよ。この当時のカメラってすごいですね。その電池の消耗のことあんま気にしないのかな。まあ速攻をしない限りは多分ねスイッチが、入らないんだと思うんですけどね。で、これが速攻スイッチで、こっちにねバッテリーチェックスイッチがあります。バッテリーチェックボタンというかレバーというか、これを押すとビーンって上がるんですけどね。こんな感じでね、まあこのカメラを、プレゼントしていくんですけども、応募方法がね、今まで通り、中年オタッキー2の方にね応募してもらうんですけども、まずチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。で、その次にね、中年オタッキー2っていうねアカウント、ツイッターのアカウントをツイッターでフォローしてください。で、中年オタッキー2の方に、DM で、YouTube のそのハンドルネームですね、 YouTube のハンドルネーム何々です、カメラプレゼントに応募しますということで、その送っていただけると、僕は確認しましてね、アンサーバックします。エントリーナンバーは何番ですっていうアンサーバックをします。このアンサーバックが返ってきた段階で、応募受付完了です。このねアンサーバックがない場合はね、僕は見落としてる可能性が非常に高いので、あんまりアンサーバックが返ってこない、2日ぐらい返ってこなかったらまだですかっていうふうにね送ってください。すぐに送らないでくださいね。結構忙しいんでね、アンサーバック、ちょっと遅れる可能性があります。今ね、もうコメントの返信もだいぶ遅れてますけどね。それでね、いつまでにしましょうかね。今日が12日なんで、何日までにしようか。20日までにしましょうか。令和2年、2020年10月20日の、深夜23時59分59秒まで、応募を受け付けます。で、もう24時になっちゃったらダメですよ。21日になったらダメです。これ動画
が、公開されてから、10月20日の、23時59分59秒まで応募を受け付けております。で、このカメラ、このレンズに加えまして、フィルムもね、カラーフィルムを1本お付けして、送ろうと思ってますんでね、特にね、フィルムカメラやってないよとか、やりたいけどまだカメラがないとかね、そういう方は特にどんどん応募してくださいね。で、応募人数なんですけども、こちらの都合も考えてね、100人で上限とさせていただきます。多分100人いかないと思うんだけどな。ね、第1回のね、カメラプレゼントなんかね、チャンネル登録者300名の時にやってね、応募が4名だったから。4名でね、25% 確率で抽選したんですけど、最近はね、30人前後、40人近く行くようになってきたのかな。前回の2戦目の時は確か40人近く行ったんだったかな。ちょっともう覚えてないんですけどね。で、今回もね、100名までで切らせていただきますんで、まあ、ちょっと早めにね、応募してください。まあ、その日、当日はね、ドドンと混雑するんで、まあ、できればね、3日後ぐらいに、していただいた方が僕的には楽なんですけど。まあ、そんな感じで、カメラブレンドと募集してまいります。令和2年、2020年の、10月20日までで応募締め切りです。この動画ずっと残っていくんでね、その後に応募してくる人たまにいますけど、それは完全にもうカメラなくなっちゃってるので無効になりますね。はい、今日のカメラ紹介はここまで。ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナーですね。トップバッターがね、ジョージ様、の、投稿です。タイトルが今日だけの日常っていうことでね、機材がね、ミノルタハイマチック E、コダックゴールド200で撮られております。仲良したちのランチタイム、今日だけ大切の日常です。単純にいいですな。私もこんなだったら毎日学校に行くの楽しみだっただろうにということですけど、CDS のざっくり速攻ですが、名部、暗部ともにしっかり映ってます。やはりフィルムのラチチュードの広さのおかげですね。前回も同じようなことを投稿しましたね。露出のことは何も考えずにベシッとシャッターを押しただけでこれだけ映るんですから、銀塩最高ですってことですけど。いや、本当にそうですね。これよく映ってます。日向、ハイライトの方はね、ちょっとね、トーンが白くなってますから、ややオーバーということで、これ、日陰の方に露出が合ってるんだと思いますけど、これ見事に撮られていますね。なかなかね、和やかな、ね、雰囲気でね、いい作品になってます。これ、タイトル画面級の絵ですけども、縦構図だったのが惜しかったですね。はい、ジョージさんありがとうございます。ジョージさんなかなかやりますね。次がね、池さんの作品ですね。タイトルがね、私まつばですね。前回も確か池さん、ダジャレで来ませんでしたか？違ったかな違うわ。カメラはね、ミノルタ XE、MC-00 SI、28mm の F2.5、Agfa APX100 で撮っておりますね。仕事に合間に寄った公園で撮りました。誰もいないテーブルとベンチ、テーブルに木漏れ日と松葉。応変したアートモレンズで撮りました。コントラストが良くなるというより現像の問題が大きいようです。ということなんですけどもね、これなかなかの解像度になっております。ダブルロックオールね、この間、高川さんにいただいたダブルロックありますけど、これぜひぜひ撮ってみたいと思いましたね。背景ボケもなかなかいい自然な感じですね。はい、池さんありがとうございます。次がね、これは飛び抜かしての一都市球さんの作品2枚ですね。1枚目がね、タイトル秋ですね。2枚目がね、神々しいかな、神々しい、コスモスということですね。データがね、オリンパス OM10 随行 100mmF2.8、Agfa APX100 ということですけどもね、2枚ともなかなかいい調子で映ってます。
こう玉ボケですね。トンボの方はね、後ろの玉ボケがなかなか綺麗ですよね。綺麗に逆光で、撮られておりましてね、これなかなかいい作品になってますね。2枚目もね、モノクロの花ってパッとしないことが多いんです。これはなかなかだと思いますね。もうちょっと手前に花がついてたらね、よかったんですけど、コスモスってすごい難しいですよね。なんていうんですか、咲いて散るのが結構ばらついてて、この散ったやつが結構映っちゃうんですよね。これなんとかしたいところですね。これは咲く前かな、これは咲く前かもしれないね。なかなかね、コスモスをきれいに撮るのは難しいと思います。はい、一田茂さんありがとうございます。次がね、テラーさんかな、テラーさんの作品で、1950年代のモノクロ写真集を見てモノクロ写真から抜け出せませんということですね。タイトルがね、襲う竜状砂嵐ということで、カメラがね、X-Pro3、富士フィルムですね。レンズが XF35mmF2.0、フィルムシミュレーションアクロスで撮られております。これ東京湾でしょうね。手前にね、千葉共同サイロっていうのが、黄砂かなんか飛んできた時からかなりもやがかかっておりますね。これ、20ミリだったかな。35ミリで撮られたということですけど、もうちょっと広角で撮った方が面白かったかな。ちょっと難しいではありますけどね。黄砂かなんか飛んできて光がない写真ではありますが、太陽の光がね、ちょっと斜めに、入ってて、それがね、その空中でね、その、なんていうんですか、残像になってるのがちょっと面白い写真ではありますね。はい、まあ、なかなかね、アクロスっぽく撮れてますね。これアクロスシミュレーションってなかなかですね。はい、テラーさんありがとうございます。次がね、これ、おだにぎりさんでいいかな。おだにぎりさんから2枚ですね。写真はね、2枚ともね、朝日ペンタックス SP、スーパーマルチコーテッドタクマ 50mmF1.4、富士カラースーパー100、使用期限2008年2月なんで12年ぐらい期限切れしてるんですね。タイトルがね、1枚目が看板熊、2枚目がね、母の眼差しということでね、これね、2枚ともなかなかいい写真になってます。特に1枚目はね、これ看板熊ということで、これずるいっすね熊の置物にね、サングラスをかけてあって、子供用のサングラスですけどね、それにね、青空が映ってて、これは面白い。構図もバッチリですしね。で、2枚目の方が、よっと、2枚目の方は猫の写真なんですけどもね、これ手前にね、猫の様子を見ているね、女の人がいて、これが面白いですね。猫とね、バッチリ目が合ってます。もうちょっと、大きく撮りたかったですけど、大きく撮ったらどっちかが消えちゃうんで難しい構図ではありますが、なかなか面白い写真になってますね。特にね、1枚目はね、もうこれタイトル画面にしちゃおうかなと思ったんですけど、多分ね、これね、こういうのをね、シチュエーションを作る人が、そのタイトル画面にするシチュエーションを作って、写真を撮る人が増えそうな気もするんでやめました。おだにぎりさんか、ありがとうございます。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーになります。今日の俺のカメラはね、佐賀 B28 直屋さんからの投稿になりますね。俺のカメラで投稿いたします。ペンタックス ME と MV1 です。がミリオタとして載せてる箱も見てほしいかなと。63式対戦車重量なんとかって、これ地雷ですよねもちろん空き箱ですね。ご安心くださいということです。カメラに関してはね、 MV1 は速度表示すらない、超簡略カメラですが、デザインは ME とほぼ共通で格好だけは良いと思っています。ありがたいのはメカニカル制御の1/100秒。ちなみに MV1 にはシャッターロックがないため、シャッターボタンが深く設定したり、個人的には少々押しにくく、写真の MV1 にはキャノン F1 用の防水 T ボタンを装着していますということですね。これね、それよりね、まあ、地雷の箱も大概目引くんですけど、四角いフードが目に引きますね。これ使ったことないんですけどね。まあ見たことはありますけど、これどう、これ
どんな効果があるんでしょうかね。35mm の F2 がついているのかな、ペンタックス M シリーズ。M シリーズのね、ペンタックスはね、コンパクトで非常に使いやすいということで、この MV1 とね、ME は、絞り優先オート専用機になるのかな。で、まあ、どちらもね、コンパクトで使いやすくて、いいカメラだと思いますね。はい、今日のね、俺のカメラの、はここまでということで、ここの今日の動画はここまでということになりますね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。カメラプレゼントの方をね、どしどしお寄せください。で、高評価、コメントのね、方お待ちしております。この動画ね、私の動画高評価とコメントの方で成り立っておるみたいなんで、高評価はね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ高評価お願いします。で、コメントの方はね、ちょっと返信が全然追いついてないんですけど、見落とさない限りはね、全部返信していく覚悟でいます。ちょっとね、走りっぱなしでね、返信する時間もなかなかないんでね、走りながら返信する方法なんかないかなって無理なんですけどね、スマホいじりながら走るのは違反にもなりますし、事故もしますからね。そんなわけでね、ちょっとコメントのね、返信はね、お待ちくださいってことになりますね。はい、で、チャンネル登録の方ね、ぐんぐん増えております。もう恐ろしい勢いでね、ちょっと未だかつてない勢いで増えておりますがね、まだまだね、チャンネル登録されてない方が 50% 近くいるということなんで、ぜひぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、今日の動画はここまでで、次の動画は何になっていくんだったっけ。高川さんから提供いただいた、ミノルタの X7 か。で、早速ね、撮ってきたんで、バシバシっとね、一気に撮り上がったんでね、もう現像も済んで、データも転送してあるんで、動画を作る暇さえ見つければね、もう動画作れる状態になっております。はい、それではね、次の動画までまたしばらくお待ちくださいませ。カメラプレゼントと、応募は、令和2年の10月20日までとなっております。ご注意ください。それではまた、ごきげんよう。さよなら。